こんばんは。こんばんは。名前と教えてください、年齢を。19歳のハゲです。19歳のハゲなんだ。はい。今日のお悩みは、もうその名の通りハゲについてなんですけど。あ、もうハゲてきてるんだ。そうなんですよ。ちょっと切実だね、男にしては。そうなんですよ、彼女ができなくて。あ、まあそれはハゲだけのせいじゃないけど、うん、いや、ハゲのせいだけなんですよ。ハゲ以外は完璧なのに。ハゲ以外は、まあ、頭もそんなに悪くないし。ハゲてるがゆえに彼女ができてないんだ。それはちょっと俺が救わなきゃいけないな、じゃあ。そうなんです。うん。ハゲてなければモテモテなのに。そうなんです。どうしたらいいんですかね。どんぐらいハゲてる？小さい頃は結構、モテたりしたんですけど、ハゲ出してからちょっとダメで。どんぐらいハゲてんの？ちょっと教えてよ。いや、もう本当に。写メ撮って送ったよ、今。いやいや、無理。じゃ、マジいいか。じゃ、いや、もう無理です。じゃ、お前、本当、親身になれないんだけど、にわかハゲじゃん、お前。いや、にわかじゃなくて、本当に、信じてください。ハゲてんの？もう、ハゲてる。じゃ、ハゲの種類は、ハゲの種類は、ハゲの種類。だ、スキンヘッドに近いです。ハゲじゃん、お前じゃ、もう。だから、そうです。もう、ブルース・ウィルスみたいにハゲてんの？もう、そうです、そうです。え、親父は？わぁ、片親なんで。お母さんは、お母さんがいるの？お母さん普通です。で、お父さんがもしかしたらハゲてたかもしんねえんだ。かもしれないですね。あー、なるほどね。ここに来てまたそういう弊害が生まれてきてんだ。俺の説が。そうですね。どうしたらいいですかね。なんか、宮迫とかがやってる薬塗ればいいじゃん、なんか。最近なんかハゲの治療やばいんでしょ？ AGA だっけ？はい。なんかやばいらしいよ、ハゲの治療。やばいっていうのは発達してきてるっていうことですか？ものすごい発達してるみたいだよ。あ、そうなんですか？ハゲ治療。はあ。お前みたいなね、はい、人いっぱいいるから。マジですか？男にとってやっぱね、俺ハゲてねえかわかんねえけどさ、切実なんでしょ？切実です。超やばいんでしょ、ハゲって。やばいです。じゃ、だからなんとかして、お前がなんかじゃああれしなよ。その人柱となってさ、はい。そのうちの視聴者のハゲ部としてなんかちょっとあれしてよ。その、レポート書いてよ。こういう治療をして、今これぐらい生えましたって日記書いてよ、掲示板に。嫌ですよ、そんな。なんかでも、いろいろ、ハゲ仲間からね、応援のメッセージが来てて、治療はやめとけ、チンコが立たなくなるぞって。だから、ED かハゲかどっちか好きな方選んでください。ED で。じゃあちょっと、やってみて、薬飲んでみなよ、ハゲの。そうですね、行く勇気もないんですよね、病院に。全然恥ずかしくねえよ。いや、恥ずかしいでしょ。言った方がいいよ、マジで。だってもうハゲてるじゃん。だってこのままじゃ、ずーっとハゲたままだよ、お前は。いや、まあそうなんですけど。ちょっとぜひ、ハゲてくださいじゃない。言ってください。わかりました、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。こいつさっきから思いっきし連投してきて、なんでこいつ、何回かけてくんだよと思ったら、ハゲだったわ。あ、こんばんは。名前と年齢教えてもらっていいですか？そう、お前で最後にするわ。はい。カツオ18歳です。え？カツオ18歳です。カツオ？はい。お前カツオっていうの？はい。うん。18歳。今日はどうしたの？はい、僕、まあ今18歳で高校3年生なんですけど、うん。今年の3月で高校卒業するんですね。おめでとう。ありがとうございます。うん、それで、まあ、先日、とある企業から、うん。内定をいただきまして、おめでとう。結構就職っていう形になるんですよ。うん。で、内定が決まった日に、うん、うちの父親から、ちょっと男同士の話があるから、ちょっと来てくれないかって。おー、はい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 。まぁ、ちょっと家の中でお話をしてたんですね。うん。で、まぁ、うちの父と母があまり仲が良くなくて、はいはい。おそらく、僕が就職をしたら、別れるんじゃないかって僕はまぁ、勝手に予想してて、うん。でも、そういう話なんだろうなっていう、うん。ので、まぁ、覚悟を決めて行ったんですよ。うん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 。たら、まあ、父親から、まあ、就職おめでとうと。うん。お父さんな、と。2000万の借金があるんだ、うん、言われまして。うん。急に言われたんですよ、それを。うん。で、予想もしてなかったんで、うん、何をこう、返してもいいかわからず、あ、そうなんだ、しか言えなくて。うん。で、お前も働くんだから、まあ、お父さんが半分持つから、お前も半分持ってくれと。ああ、なるほど。そういう相談を受けちゃったんだな。半分、まあ、1000万出してくれって言われちゃったんですよ。うん。で、なんか、まあ、
働くので、まあ、お家に、まあ、実家に住んで、ことずつこう、お金を、じゃあ入れていきますねって、うん、まあ、お話をしたんですけど、うん、できたら、ちょっと海外に行ってくれないかって言われて。あ、そのもう、出稼ぎみたいな感じで。そうですね。まあ、なんか、何があってもいいから、お前をとりあえず1000万作ってこいよっていうのを、すごい、まあ、優しく表現されたんですよ。ああ。これ、どうしたらいいんですかね。で、そのさ、1000万の借金のさ、はい。その、あれはどういう経緯でできた借金なの？もともとギャンブルが好きで。お父さんが？はい。うん。なんか、最初はパチンコとかだったらしいんですよ。うん。で、とある日に、パチンコとかで、うん、まあ、勝った帰りで、うん、今日はいけるっしょ、みたいなノリで、アベノミクスだしって言って、FX に手を出して、なんかいつの間にかこうなってたって言われたんですよ。なるほど。じゃあ自己破産もできない。ほんとちゃんと返していかなきゃいけない借金。そうですね。なんか別にでも海外行かなくても、返せそうだけどね。はい、家族、総出で返していけば。まあ、親父働いてんのまだ。親父は今働いてないです。今すげえなんか、当たり前のようなテンションで言ってたけど、この放送を見てる中で、親父働いてるの俺とお前だけだからね。言っとくで、お前の気持ちはよくわかるけど、それは当たり前のように言っちゃダメだよ。いくら俺だからってね。親父働いてるのってかなり衝撃の事態だから。はい。うん。かなり、親身になって聞いてあげたいわ。はい。ちょっとだ、もう日本で、だから実家で頑張んなよ、海外行っちゃったら。あ、はい、わかりました。その、で、まあ、できたらその1000万僕は払いたくないとは思ってるんですけど。払わなくていいよ。あ、本当ですか？うん。家賃分は出すからって言ってさ、払わなくていいよ。わかりました。うん。だって、ねえ、そんなさ、なんか、例えば、教育費とかだったらわかるけどさ、まあ、ギャンブルの借金なんか相続する必要ないよ。そうですね。うん。まあ、もし、まあ、ちょっとそういう話をしてみるんですけど、うん。まあ、ちょっと近日中に茨城で殺人事件が起きたら、まあ、ちょっと一緒に手を合わせていただければと。まずそれはでも本当にできればしない方向でよろしくお願いします。そうですね。うん。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ気をつけてください。はい。ありがとうございました。はい、もしもし？もしもーし。セミ飼ってんのなんか。もしもし。なんかセミ飼ってんな、こいつ。え、なにこの羽音は。セミか。こんばんは。こんばんは。名前と年齢言ってもらっていいですか？14歳です。女の子ですか？はい。なんで、今日はどうしました？この放送に来て。いや、特にないです。意味はないけど来てみたんだ。はい。あ、そうなんだ。仲良くしてよ。ちゃんと。はい。はい。な、中学生なの？はい、中3です。え、だって今ニコ生見てて、ちくわちゃんランキングとかでなんか見てたら、はい、10代募集してるから突してみたみたいな。いや、なんかいつも見てるんですけど。俺のこと見てんの？ 14 歳で。お前かなり将来有望だよ。お前、渋幕入れんな、渋幕。なあ。めっちゃ愛想笑いじゃん。俺のこと好きなはずなのに。めっちゃ好きですよ。どんぐらい見てんの、俺のこと。え、1年前くらいから。じゃあ、俺の一番好きなゲーム放送は何じゃ。見てねえじゃん。ゲーム放送。ゲーム放送は見ないんだ。何が最近のうんこちゃんの思い出の枠は何じゃ。うんこちゃんで、これ良かったですよね、うんこちゃんさんみたいな。あ、なんか、画像を決めるやつです。あ、コミュのエンブレム決めたとき。はい。あれ見てたんだ。あれ送ってくれた？あれ送ってくれた？いや、送ってないです。送るまでは好きじゃないんだ。一番好きな名前主誰なの？一番好きな名前主。ぶっちゃけでいいよ、ぶっちゃけでいいよ。全然大丈夫。ムーミーマンさんです。じゃあ、うんこちゃん、じゃあ、うんこちゃん何番目ぐらいなの？うんこちゃんは。2番目くらい。おぉ、めっちゃ高いじゃん。
俺も頑張るから、あなたのスペシャルな一番になれるように。はい。多分ね、あと10年ぐらいしたら俺の面白さ分かってくると思うから、あと10年は見てくんだよ、俺のこと。あ、はい。10年。そしたらね、結構俺の味分かってくるから、ムーニーマンよりうんこちゃんだなってなるからさ。分かりました。ありがとうね、女性第1号が14歳で。はい。まだ見てください。お母さんに内緒で見てください。はい。絶対見たことねえだろ、俺のことは。悩みもクソもねえじゃん。もう悩みねえだろ、ちょっとかけてみました、みたいな。もしもし？あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。相談があるんですけど。あ、待って、名前とさ、年齢教えてもらっていい？名前と年齢。あ、熊で。うん。15歳なんですけど。おー、15歳いいね。中学校3年生。本当に、寺に行かされるんですよ、俺。え、なんでそれは後継ぎみたいな感じなの？後継ぎじゃなくて、お前は落ち着きがないから、寺に行った方がいいって。俺行きたくないんすよ、本当に。あれでしょ？ガチのなんか、あれで先生とかになんかその病名みたいなのがつきそうな感じなんでしょ？そう、なんか、お前本当に落ち着きねえなって言われて、うん、もう俺本当に行きたくないんだけど、親に行けって言われるんですよ。なんかあれだよね、あるよな、そういうのな。そう。なんか足動かしてないと落ち着かねえみたいな、そんぐらい落ち着きないの？なんか、俺幼稚園の時からなんか頭がおかしかったらしくて、なんかよく授業抜け出してたみたいで、うん、俺あんま記憶ないんですけど。うん。多動性なんたらだよ、じゃあ多動性なんたら。そうなの。で、うん、お父さんに、おみがえ、寺行けみたいな。お父さん行くと、お父さんも若いっしょ。38とかじゃない？そうですね。あ、いやでも、案外年取ってるんですけど、俺はあんま年齢とか親のことあんま知らないんで。そうなんだ、親に興味ねえんだ。親に興味がないっていうか、なんかあんまり尊敬ができないんですよ、本当に。うん、本当に行きたくないんですけど、なんか勉強もできないし、どうしたらいいっすかね。でそれはさ、ちょっと素直に言ってみればいいじゃん。俺さ、俺お父さんは違うよ、落ち着きないんじゃない、俺は多動性障害だよって言ってみて、今度。俺、病院化されそうな。じゃ、だから、もう俺、寺じゃなくて、お父さん、精神科連れてってくれって。俺、多動性障害だよ、お父さん。自分の息子がね、障害者だって認めたくないのつって。そんな現実から目を背けていいのって言って、今度。それ言ったら大丈夫な、なんか。そう、仕方ねえ、それはもう、で別にもう、そうで、別にお前悪くねえじゃん。直せよ、それ頑張って。多動性、ああだこうだを。そう、無理なんすよ、なんか。授業中とかなんか、無性に叫びたくなるんですよ、なんか。ギャーみたいな感じなの？そう。だからトイレ行って、なんか、もう無理に、なんか、はい、ちょっと親に言ってみます、それ。嘘。それ言っちゃダメ、親に。ダメなんですか？やっぱ言っちゃダメ。ちゃんと。メモったんですけど、メモ、ちゃんとあれして、話し合って、この根っこ、この事件の根っこは深いから、はい、あれして、親と話し合って従々に。んで、今度は、はい、信頼できる奴がいるっつって、今度お父さんと一緒にかけてきて、もし解決しなかったら、はい、学校の先生にかけるっつって、俺にかけてきて。俺が対応するから。いや、でも、寺行かされちゃったら、うんこちゃんの放送見れなくなるのは、それだけは嫌なんで、本当に。ちょっとじゃあ、なんとしてでも、はい、寺行きは本当に行かないで。俺も見てほしいから。はい、わかりました。お前今、後ろからお母さんの声したけど、大丈夫？いや、お母さん、今、ちょっと、家、出てるんで。あ、そうなんだ。よかった。はい、心配だからさ。はい、わかりました。じゃあ、また、親が説得できなかったら、また、お願いします。まあ、一人でかけてきてね、ちゃんとね。あ、わかりました。うん、はい。それじゃあ。それじゃあ、なんで。もしもし。もしもし。なんか、ドスの聞いた声してるね。お名前は。山本で。山本さん。はい。お年齢は？17です。17歳。バリバリ高校生ですか？バリバリ受験生ですね。ああ、そっかそっか、17歳受験生なんだ。今日はどのような、こんな一番大事な時期に、うんこちゃんの放送なんか見ちゃって。何を土地狂って突してきたんですか、私に。切られたんだけど。こんばんは。うん。こんばんは。なんでお前その生意気なの、いきなり。え？お前何でそれいきなり生意気なの？喧嘩しに来たの俺と。違う。あ、違うんだ。ごめん、うん、俺もやっぱ、マジで答えてるからさ、熱くなっちゃうんだよね。うん、俺お前の先生だと思ってっから。うん、名前と歳教えてよ。19のリュータ。名前通りのあれだね、ちょっと。今日どうしたの？なんか、今年も終わるから、なんか。うん。今年なんか何もやってないな、思って。うん。
そうなんだけど。なんかやりに来たんだ、じゃあ。え？なんか学校行ってんの、ね、リュウタは。学校行ってる。うん。大学生？そうそうそう。なんか、賢大学行ってんの？いや、頭は悪いから。うん。で、とりあえず大学行ってもなんか、そんなにパッとしねえな、みたいな感じなの。うん、そう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 。友達は？友達は大学にはおれへん。大学にはおれへん。で、どこにいるの、うん、高校のやつとか、中学のやつとか、たまに遊ぶね。何して遊んでんの？なんか、普通に、パチンコとか、カラオケとか。の、まあ、それだけじゃ面白くねえんだ。いや、超面白い遊び紹介してやろうか。うん。めっちゃ面白い遊び。マジ？うん。俺ね、セックスとかも結構いっぱいしてきたんだけど、いろんな遊びとかもしてきたの。クラブ行ってみたり、金使ってみたり。うん。一番面白いのは、ニコ生だから、お前ニコ生やった方がいいよ。マジ？ニコ生で人気出たら、7年ぐらい遊べっから。はい。大学なんてやめていいよ。ほんまに？一番はね、多分やっぱ動物殺したり、あ、やめます。動物殺すの？いや、それはやめます。ああ、うん。それはちょっと、若い子にはまだ早い話なんで。これお前が、人気なマルシになって28歳ぐらいになったらこの話しようぜ。あの時なぁ、キンバーがハムスター殺してなぁつって。ああ、そうやな。うん。いいやん。そういう話しようぜ、人気なマルシになったら。ああ、そうやな。いいな。じゃあ、さよなら。ああ。こんばんは。こんばんは。あの、年齢と名前教えてもらっていいですか？19で、ユキって言います。え？ 19 で、はいはい。ユキって言います。ユキちゃん。はい。今日の悩みは何なの？こんな夜も更けた時間に。どうやったら、うん。うんこちゃんに近づけますか？俺ともう付き合いたいってこと？違う、うんこちゃんが、もうずっと私、神っていうぐらい尊敬してて。もう好きなんだ、俺のこと。そうですね。俺もユキのこと好きだよ、ちなみに。マジでマジで。俺あんまり放送とかだと言いづらいけど、俺女すげえ好きだよ。お前のこと好きになったよ、今すぐに。ほんとにほんとに。で、とりあえず、うんこちゃんにすごく憧れてて、うん、ロクポケから、好きになったんですけど、好きっていうか。結構昔だね、じゃあ。で、それで、で、ちょっと、近づきたいっていうのもそういうことじゃなくて。あ、なるほど。生放送とかで、みたいな。じゃ、なんていうか。距離とかじゃなくて、そういう人になりたいみたいな。そんな感じもありまして。今めっちゃ自分で言うの恥ずかしかったけど。俺みたいな人間になりたいってことでしょ。崇拝してる。あ、なるほどなるほど。で、うん、それでちょっと高校入ってから、うん、ちょっと本当すごく叩かれそうなんですけど、うん、友達に八重樫っていうあだ名で呼んでもらったりとかして。あ、なるほど。そうやって少しでもそのあれでしょ、オフの時間も俺で染めていくみたいなね。それはいい修行だね、結構。で、どうやったらうんこちゃんのような人になれますか？やっぱね、なんていうのかな、今なんか生放送とかやってないの？あ、特にやってないです。あ、もう一視聴者なんだ。はい。あんまりね、特別なね、視点で 見ない方がいいんじゃない？そんな俺もね、なんていうのかな、何にも他の人と変わらないというか、マジで。なんか他にさ、好きな人いないの？配信者で。わ、生放送はうんこちゃん以外見てないです、あんまり。生放送はってことは動画は誰見てんの？動画は、あれ、実況動画で、うん、キヨだとか、牛沢さんとか、そのあたり見てます。あ、なるほど。俺と同じような、やっぱ、そういう、かっこいい系が好きなんだ、やっぱ。俺もやっぱ。落ち着いてるような。ん？落ち着いてるけど、たまに、わーってなるような感じの人とか。なるほどね。わかった。ちょっと俺も、これからユキのために、いつも思うね、ユキのことを。ありがとうございます。実況撮ってるときは。なんかでもね、あんまりね、普通に恋愛した方がいいんじゃない？彼氏とかいないの？いません。で、彼氏作って俺の視聴者にしといてよ。あの、視聴者です。違います。彼氏と一緒に見てほしい、彼氏と。はい。ぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。